温泉娘ちゃんの宮浜ひとかちゃんがいます。サインもあります。もみじまんじゅうの自動販売機があります。面白いです。こちらが広島の大野で有名なアサリで、開いたところを食べるバトアヤギです。こっちは牡蠣で、まだ開けちゃダメだけど26分したら、ちょっとだけ今まだ少しだから見ると、カツオとイカのお刺身に天ぷらがいろいろついて、レンコンや、いろいろついてます。上等です。広島の紅満足の湯に来ました。大野っていうところの近くです。すごいバターとアサリのいい匂いがします。貝が開いてきました。美味しそうです。いただきます。愛して愛してやまない鹿児島の二番星です。サンマの塩焼きです。今シーズン初かな、のサンマ食べます。いただきます。ゴーヤチャンプルが来ました。鹿児島ではニガウリ炒めと言います。梅ちりめんのパスタが来ました。なんだろう、すごくさっぱり風に梅と海苔と、作ってあります。竹下が愛して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 やまない鳥が来ました。やっぱり鹿児島最高。砂尻と砂肝と多分せせりと桃、ピカピカの桃です。美味しそうです。いただきます。ツバメの巣があります。わあ、子供がいっぱいいる。落ちそうだ。頑張れにゃ。枕崎の魚屋さんに来ました。カツオとエビフライと貝汁です。あと牛があります。ぶひこお利口さん、お利口さん、お利口さん。鹿児島の居酒屋の、ところに来ました。ゆでピンとマスです。お刺身が来ました。アワビ、カンパチ、卵にマグロがいる。クゼに来ました。トンペ焼きです。大迫力です。お好みでごま油。大垣から岐阜の方に来ました。稲葉山城がある金華山ロープへ、岐阜城に来ました。リス村のキャラ、リロちゃんがいます。金華山ロープへを上がっています。長良川がよく見えます。岐阜県野鳥の森に指定されており、ノップもいます。こっちには斉藤堂さんもいます。岐阜城です。ようやく二の門です。本丸までまだまだ続きます。鉄砲を入れるところがあったりします。すでに暑くて全身汗だくです。道山信長ゆかりの岐阜城、昔は稲葉山城に来ました。ロープウェイから上がること、ひたるさが道を上がり結構つらかったです。ついにノブが名前を岐阜に決めたことで有名な稲葉山城、岐阜城があります。すごい。ノップといえばやっぱりこの信長っちです。天下富舞、頑張って岐阜城稲葉山城上がりました。天守から見る景色です。街が広く見えます。遠くは名古屋がどんどん広がっていきます。稲葉山城から見た岐阜の街です。40万人都市岐阜があります。観光地行ったらあるあるの MSX で頑張って作ったと思われる2001年1月1日に名前が入る記念メダル販売機が現存しています。メダルは岐阜城メダル、これは欲しい、これは欲しい。岐阜に来ました。岐阜市の肉の良い市というところです。大正牛タンといって立派な牛タンに、これは何だろう、ニンニクと、レモンがバンバン振りかけていて美味しそうです。人気ナンバーワンのこと。特上カルビが来ました。こっちは、上等な感じです。ではファミリーカルビで690円で激安です。ブイカー、お前も年取って調子悪そうじゃん、大丈夫か。